嫌なことを乗り越えるための方法をお話しします。こんにちは、ネオ高等ユーミンです。今日はマシュマロでいただいた質問を読んでいきます。いつもリクエスト、動画のコメントマシュマロでいただいてありがとうございます。はい、では読んでいきますと、ネオ高等ユーミンさんこんばんはと。これいつもネオ高等ユーミンさんこんにちはとは言ってないんですけどって私言ってるけど、 これちゃんとそれを分かっててわざわざこんばんはってつけてくれたっていうことですよね。ありがとうございます。いつも見ていただいて。で、えー、嫌なことを乗り越えるにはどうしたらいいんでしょうかっていうシンプルな質問。すごくしかも重要な問題ですよね。人生の中で嫌なことを、まあ、全部避けて通るわけにもいかない。必ず起きることですよね。だからその対処法とかを、まあ、分かっているだけでも全然違うと思うんです。 嫌なことはゼロにはできないです。だけれども、それを乗り越えるとか、対処するとか、少しでも楽にするっていうことはできますので、ぜひ、この動画を見て、まあ、そのコツを知っていただければなと思います。一番初めに伝えたいこと、この嫌なことを乗り越えるために、一番最初に伝えたいことは、その、この質問をしてくださった方とか、 あとは今この動画をね、嫌なことに立ち向かうとか、乗り越える方法っていう動画を期待して見ているあなたっていうのは、本当にかっこいいということです。これだけは絶対に信じてください。あなた自身はすごくかっこいいし、立派なことをこれからやろうとしている。だって嫌なことですよ。嫌なことって、もう嫌なことなんですよ。 トートロジーなんですけど、だから逃げたいし、避けたいし、なかったことにしたいし、先延ばしにしたいしっていう思いは普通あるんですよね。だけど、そうじゃなくて、ちゃんと乗り越えよう、向き合おう、克服しよう、解決しようっていうふうに、あなたは今思ってるっていうことです。だから、その心がけとか、そういう思考自体がすごく立派だし、 かっこいい、大人な方っていうことの証明なんですね。つまり、本当に何て言うんですか人格的にうん問題があるというか、そういう人だったら嫌なことを立ち向かおうなんていうふうに思わないわけですよ。だから嫌なことに立ち向かいたいって思ってるだけで、もうそれ自身あなたが立派なこと、立派な人だっていう証明になってるんですね。 セネカっていうストア派の古代ローマン哲学者がいたんですけど、そのストア派っていうのは徳っていう言葉ありますね。徳のある人間とか。そういう徳のある人間になるにはどうしたらいいかっていうような話で、その徳のある人間になりたいっていうね、その願望、それ自体がもう徳の大部分を占めているんだっていうふうに話してるんです。つまり、嫌なことに立ち向かいたい。嫌なことを解決したい。向き合いたい。 っていう思ってること、それ自体がもう解決の大部分にもなってるし、あなたが立派な人格を持っているっていうことの証明になるので、ぜひここはあなた自分自身が今困難に立ち向かおうとしていることを、すごくかっこいいことだっていうのを、ぜひ、えー、忘れないでください。それだけまず伝えておきたいと思います。<music> ここから具体的に どうやって困難に立ち向かうかっていうお話をします。大丈夫です。この動画を見れば、どういう困難かっていう分類ができて、それに対しての対応っていうのがそれぞれできるようになりますから、ぜひ最後までご覧ください。で、この質問者さんは嫌なことを乗り越えるにはどうしたらいいかっていうシンプルな質問ですね。もうほんと具体的な 例は何一つないんです。例えば私は今大学生で就職活動が辛いですとか、20代の後半で月収が少なくて辛いですとか、そういう状況っていうのは一切この方説明してないんですね。だからこそ抽象的な回答にもなるし、でも抽象的な質問をしてくれて、私は抽象的にしか返せない。だけど、その抽象性こそが 誰にでも応用できる可能性を秘めているので、ぜひこの質問者さん以外にも役に立つ内容になると思います。嫌なことのまず分析をすることをお勧めします。で嫌なことっていうのは、まあ大きく言って2種類あります。一つが単発的な嫌なこと。もう一回限り、その場限りの嫌なこと。アクシデントみたいなものですね。で、もう一つが 連続的とか、継続的に嫌なことが起こっているっていう状況ですね。これのどっちなのかっていうことをまず押さえないといけない。一回限りっていうのは、例えばなんか試験に落ちちゃったとか、うん、怪我をしちゃったとか、体調が悪、風邪ひいちゃったとか、食中毒に当たっちゃったとか、に、そういうことですよね。怒られたとか。で、それは一回限りのもの。で、連続的っていうのは、まあ、例えばそれが、 単発的なものがもう連日続いてるとか、人間関係ですごく嫌なものとか、嫌な人と毎日毎日顔を合わせないといけないとか、仕事が本当につらいとか、うん、ずっと体調が悪いとか、そういう継続的な嫌なことに対してどう向かうかってことですよね。だからこれは一回限りのものなのか、ずっと起こっていることなのかっていうのをちゃんとまず分析,分析する。これはね、もうすぐできると思うんですよね。 で、それから、どう対処するかっていうのが3つあります。1つが、積極的に立ち向かう方法ですね。積極的に解決しようとする方法。これが質問者さんが知りたいことだと。でも、積極的に解決する以外にも、もう2つ解決策があるっていうことを一応先に伝えますね。その1つが、まあ、消極的に立ち向かうというか、もう、放置する。一旦保留するっていうことですね。要するに、 まあ、例えば、ほとんど嫌なことって、時が過ぎれば解決する。例えば、うん、恋人に振られたっていうのは、最初の3日とか1週間っていうのは結構辛いけど、1年経ったら、まあ、大したことなくなったりしますよね。それか、例えば、新しい恋人ができたら、まあ、その、振る傷っていうのはもう忘れられる。結構小さくなる。これは消極的な解決方法ですね。まあ、恋人を作ろうっていうのは積極的な解決になりますけど、 とりあえず時間が経てば薄くなっていくっていうのはあります。で、3番目が、そもそもそれは嫌なことなのかっていうことを再確認する。もしかしたら大して嫌なことじゃないかもしれない。あとは、本当に克服すべき課題なのか、克服する価値のある課題なのかっていうことを確認する。例えばですけど、うん、嫌なこと。例えば、飛行機が苦手みたいな人いますよね。 飛行機に乗るのは怖いっていうこと。じゃあ、その人は、その苦手意識、嫌なことっていうのを、どうやって克服するかって考えるわけですけど、まあそういう時って大抵飛行機に乗らざるを得ない状況が迫ってるんですけど、例えば、その人の人生にとってね、これから飛行機に乗る経験が何回あるのかっていうこととも繋がってきますよね。例えば、もう数えるほどしかないんだったら、そんなに飛行機が苦手っていう、 嫌なことっていうのは解決しなくてもいいんです。だけど、将来、例えば海外のね、えー、行ったり来たりしながら活躍したいとか、うん、将来は海外移住したいというようなね、方だったら、多分解決した方がいいんです。飛行機苦手問題っていうのは。でも、普通に日本に住んでて、特に海外旅行とかも興味がないし、普通に日本で暮らしてるっていう分には、全く 別に解決しなくてもいいんじゃないっていう問題ですよね。だから、その課題っていうのは本当に自分自身が、これからの人生にとって、またこれから何度も直面する問題なのかっていうことをまず考えてみる。例えば今の、うーん人間関係で嫌な人がいるっていうふうになったら、じゃあこいつと一生付き合う必要があるのかっていう話を考えてみる。例えばそれが家族とかだったら結構、 重要な問題、解決しなきゃいけない問題だと思う。だけど、同じ学校のやつとか、同じ職場の人とか、そういうものだったら、別にそんな一生かかるわけじゃないので、もう、そこまで解決しなくてもいいんですね。最悪解決しなくてもいいだろうっていう問題ですね。はい。この3つです。ちょっと3番目長くなっちゃいましたけど、一応積極的に立ち向かうっていうのと、まあ、消極的、時間が経てば解決するでしょっていうのと、 えー、そもそも問題なの、課題なのっていう、そもそも克服する必要があるのかっていうのを考えてみるっていうことですね。もし、その消極的に時間が解決してくれる問題とか、そもそも克服しなきゃならないものじゃないっていう時は別にもうこれでいいわけですよね。もしかしたら、この今までの内容を見ていただいた時点で、あ、私の嫌なことって別に時が解決してくれるわとか、 うん、そこまで克服すべき課題じゃなかったわっていうふうに思ってくださった方もいると思います。で、その人たちはもう全然それでいいと思います。これで嫌なことを克服できたはずです。はい、半分くらいは。じゃあ、結局、うん、一番問題なのは積極的な解決方法ですよね。 これ、どうやって立ち向かうか、嫌なことを克服するか、乗り越えるかっていう問題なんです。で、さっきの話を思い出してください。単発的な嫌なことなのか、継続的な嫌なことなのか。これから試験があって、それに合格しなきゃいけないみたいなのって、ある意味単発的なんですよね。その試験日が来たらもう終わるわけですから。で、連続的なのはもうずっと終わりがないってことですね。もう終わりがない。 何か自分で変えない限りは終わりがないっていうような問題ってことです。で、これにも相性があるんですね。例えば単発的な嫌なことに対して積極的に立ち向かうっていうのはそこまで相性が良くないんですよね。例えば、うん、ひどいこと言われた誰かに。まあ僕だったら、YouTube とか Twitter とかでなんか批判されたり悪口言われたりありますよ。死ねとかって言われたりすることありますよ。 こいつ哲学何もわかってねえなとか、浅いわこいつとか。そういうことをめっちゃ言われますよ。じゃあ、それに対して積極的に立ち向かう必要があるかどうかってことですね。これちょっと1と3のハイブリッドになりますけど、そこで積極的に立ち向かうってうのは、例えば反論するとか、謝るとか、そういうことですよね。じゃあ、その必要があるのかってことなんですけど、別にこういう嫌なことっていうのは、もう1週間とか3日とかすれば全然大したことないんですよ。 本当に。その瞬間とか、その日はちょっと嫌な気分になりますけど、まあ翌日とか一週間ぐらいすれば、ほとんど、あ、そんなこともあったな、みたいな感じにできるわけです。だから、無視するっていうのが割と相性いいんです。単発的な嫌なことっていうのは、無視するっていうことと割と相性がいい。で、積極的に立ち向かうっていうのとは、あんまり相性が良くなかったりする。で、 継続的、連続的に起こってる嫌なことっていうのは、まあ、積極的に解決しないといけない。消極的に時間が経てばっていうことはなかなか辛いですからね。積極的にね、立ち向かう方法っていうのを、えー、紹介します。まあ、ほね、単発的さっき試験。 受けるとかっていうのは単発で切っていったけど、これ消極的にね、時が過ぎるのを待とうって言っててもダメなわけですよね。本当にこういう嫌な,なことに対して、もう立ち向かざるを得ない嫌なことに対して、どうやって立ち向かうかっていう話。ここから本題。ちょっと長くなっちゃってすいません。で、えー、本題、立ち向かう方法なんですけど、3つあります。はい。1つ。逃げない。2番目。 ハードルを下げる。三番目。無理しない。優しくする、自分に。っていう三つです。逃げない、ハードルを下げる、優しくする、無理しない。これ、本当に三つともすごく繋がってます。こう、どれかができで、できなかったらどれもできないっていう感じですね。もう三つできるか、三つともできないかっていうことです。 で、一番大事なのは、二番目のハードルを下げるっていうことなんですよね。一つずつ解説すると、まず逃げないっていうのは、嫌なことっていうのは、逃げても追っかけてくる。犬と同じ。逃げると追っかけてくる。中谷昭宏さんっていう、 まあ、コピーライターの方が本で言ってたんですけど、上司っていうのは犬と同じだと。逃げれば追っかけて吠えてくるっていうようなね、例えをしてるんですけど、本当に嫌なことも、本当、上司や犬と同じです、えー。逃げれば逃げるほど重くのしかかってきます。なので、逃げない。つまり、一応そのことについて考えるっていうことですね。で、じゃあそのためにどうするかっていうと、2番目のハードルを下げるってこと。ここが、本当に、 ポイントです。嫌なことに立ち向かう。すごく立派なんですけど、あなたが立派だからこそ、ハードルをちょっと上げちゃうんですよ。で、ハードルを上げると続かない。嫌なことってのは、あなたはやりたくないこと。本当に、脳とか体が拒否していることなんです。だから、それに対して、例えば、一般のね、別にそれが嫌じゃない人の基準で、 できるようになるかって言ったら、それはちょっと難しいわけです。苦手なこと、嫌なこと、やりたくないことを、それが苦手じゃない人とか好きな人と同レベルでやるっていうのが、そもそもハードルを上げすぎてる。あなたはもうちょっとしか飛べない。普通の人は、とか好きな人っていうのはマリオくらい飛べるんだけれども、あなたはもう全くほんのちょぼっとしか飛べない状態なんですね。ハードルを。 だから、ハードルを、本当にそのハードルって、一番低いのっていうことを考えてみてほしい。これは面白い本があるんです。一つ紹介しますね。こういう本があるんです。脳が教える一つの習慣っていう、まあビジネス書とかちょっと自己啓発本っぽいんですけど、著者の人はアメリカの心理学者。 で、カウンセラーっていう結構ちゃんとしてる立派な本なので、これは結構面白いので、ぜひとも読んでほしいんですけど、読む価値のあるビジネス小事故啓発本だと思ってますけど、ここで、んそのい言われてるのがハードルを下げるとか、ベイビーステップって言うんですね。赤ちゃんの足っていうような。だから僕らは嫌なことに対しては赤ちゃんなんです。大人のように華麗にかっこよく対処なんかしなくていい。 もう赤ん坊のようなものだと思ってください。だからそこが3番目の無理しないっていうところにも繋がってる。自分に優しくするっていう。で、この脳が教えるたった一つの習慣っていうのがまさにそのベイビーステップのことなんです。小さくする。問題を小さくする。これデカルトの方法除雪でも言ってる。困難な問題は分割せよっていうふうに言ってるんですね。 でもうそれ以上分けられないくらい小さな、もう原子のような、それ以上分割できないほど小さく問題をして、ハードルを設定するということをお勧めします。で、この本に書いたら面白い例を一つ紹介すると、まあ、ダイエットですね。習慣といえばダイエットって感じなんですけれども、どうやってダイエット続かない人がやるかって話。本当にダイエット続けようって思って、ジムに入ったり、 器具を買ったりするわけですよね。で、あるアメリカ人の女性は、ダイエットをするってなって、ジョギングをするってなって、でも外では続かなかったから、中で、ルームランナーって、あの、ベルトコンベアのひたすら走るやつを買ったんですね。だけど続かなかった。そこで、この先生に、ロバート・マウラー先生のところに相談に行って、じゃあどうしようかっていうことを考えたんですね。ルームランナー、 走るっていう習慣を続けたいと。じゃあその最初のステップをどうするかっていう問題です。ここでちょっと今ご覧のあなたも考えてほしいんですけど、極限までそのルームランナーでダイエットをする習慣を作るっていうことを始めるそのベイビーステップをどうやるかっていうのをちょっと考えてほしいです。本当に5秒くらいでいいので軽く。うーん、なんかは、例えばいきなり30分走るなんて無理なわけですよね。そんな。 絶対無理。だから、じゃあどうするかなっていうのをちょっと考えてみてください。ちょっと思いつきましたかね。よくあるのは、多分皆さんも考えたと思うんですけども、例えば30秒だけ走ってみるとか、1分だけ走ってみるとか、まあ何でもいい何秒でもいいんですけど、だから、30秒だけスイッチをつけてやれば、うん、なんだかんだで5分、10分できるよとか、そういうことをよく書いてありますよね、習慣の本に。 だから結構そういう答えはあると思うんですけど、甘い甘いよそんなのハードル高すぎるってそんなのダメ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 そんなね、10秒も30秒もね、ルームランナーで走れるんだったら最初からもうこんなも相談する必要なんかないんですよ。そんなもんもう嫌なことなんか、この動画を見なくたって克服できるんですよ、そんな人は。 どうしたかっていう、このロバート・マーラー先生、どうやって、そのクライアントと話し合ってね、そのダイエット続かない人と話し合って、これならできるなっていうふうに、クライアントが納得したものっていうのは、それは、ルームランナーの上に立ってコーヒーを飲む。もう一回言いますよ。ルームランナーの上に立ってコーヒーを飲む。これを最初の習慣にしようっていうこと。 これができたら、ものすごく喜んでいいよっていうふうに言ったんですね。大成功だと。習慣の第一歩が形成されたっていうふうに言っていいよっていうふうに言った。驚きでしたね。僕、本当にこの本で、その記述を見て、この本は本物だって思ったんですね。これがベイビーステップかと。これがハードルを下げるということかっていうふうに、本当に実感した。多分、ここまでね、え って思いますよね。そんなのだって、ルームランナーやってないじゃんって思いますよね。でも、苦手なこととか嫌なことを克服するっていうのは、それくらい下げていいってことなんですよ。それはルームランナーの例なんですけど、本質を取り出すと、自分の脳とか体っていうのは、さっきも言ったように、嫌なことっていうのは本当に拒否したい、やりたくないっていう思いが反射的に出ちゃうんですよね。それに対して、 もうこれは嫌なことっていう風に認識できないレベルまで下げればいいんですよ。例えば、まあ普通の人にとっての嫌なことがこの辺だとすると、もう私たちっていうのはもうこの辺がでも嫌なことなんですよ。だから、ここをもう嫌なことっていうハードルを超えちゃいけない。嫌なことだって認識できないところまでハードルを下げるっていうところなんです。だからそれがルームランナーの上に立ってコーヒーを飲むなんですよ。 だこれは運動しなきゃいけないとか、走んなきゃいけないとか、疲れる思いをしなきゃいけないっていう、そのルームランナー、ダイエットが嫌だっていうことに付随する全ての嫌なことっていうのを一切触ってないわけですね。だこれくらいハードルを下げることが必要だと。で、ルームランナーの上でコーヒーを飲むっていうのを一週間やったら割と そのルームランナーの上にいることが習慣になるんです。だからここがポイントなんです。走んなくていい。上に立ってりゃいいっていう。そこをポイントなんですよね。そこがベイビーステップの本当にすごいところ。だから、これはルームランナーの話ですけど、あなたの嫌なことがあったら、その嫌なことをするんじゃなくて、その嫌なことの目の前にいればいいみたいな。しなくていいから、ちょっとだけ向き合えばいい。 っていうことなんです。例えばですけど、うん、なんか試験で、英語の勉強をしなきゃいけないと。トイックの、まあ試験が近くて、まあ問題集を解かなきゃいけないっていうふうになったら、解くの面倒ですよね。本当に。どうしてもやりたくない人っていうのは、もうその、例えば、トイックのその本を、カバンにも入れてるだけでもいい。もうなんだったら、それが重くて嫌だっていうんだったら、その、 表紙ブックカバーのところだけ入れててもいいわけです。もう本当に。もうそれだけでも十分あなたは嫌なことと向き合ってるってことになりますから。もう本当にそのレベルまででいいです。で、一週間くらい経ってくると、なぜかちょっとハードルが上がるんですね。その表紙だけ持ってたっていうのが、じゃあちょっと表紙じゃなくて、中身だけ持ってみようかっていうような、<laughs> ほんと少しずつ上がってくる。 これがベイビーステップって言われることの、まあ、本質ですね。だから本当に嫌なことに立ち向かおうとしているあなたは立派でかっこいい。だけどそこで無理しちゃいけない。あなたは立派でかっこいいからこそ自分を大切にしなきゃいけない。それが3番目です。無理しない。自分に優しくするっていうところです。さっきも言ったように脳みそとか体が嫌だなって 思ったら、やっぱ辛いですよね。だから、嫌だなって思う、レベルまで、いかないくらいのハードルを設定する。っていうことが、ベイビーステップの、まあ、ポイントです。だから、決して自分に嫌な思いをさせちゃいけないっていうことですね。本当に、嫌なことに立ち向かいたいと思っているあなたは、絶対に自分に厳しい人なんです。すごく無理なことを言ってるんですね。例えばですけど、まあ、子供。 に向かって勉強しなさいって。まあ言いますよね。勉強し、全然しないで。宿題もしないでみたいな。じゃあ宿題をしたっていう風になったら、そんなの当たり前だっていうことになるわけですよね。別に褒めないわけです。子供が宿題したからって、いや偉いよめちゃくちゃ偉いよ宿題やったなんて本当にすごいじゃんっていう風に、僕らは言わないわけですよね。いや宿題するの普通じゃんって。 それができて当たり前だっていうふうに思っちゃってるわけです。でもそれって、その宿題が大嫌いな子供からしたら、宿題と向き合った、それで宿題を解いた算数の問題をね、ドリルを1ページやったってだけでも大変な偉業なんですよね。だからそこを認めてあげることっていうのが大切なの。だからこれは本当に自分自身に対しても同じ。問題集を1問だけ解いた。 こんな一問だけ解いたって何もならねえじゃねえかって。自分の中の親とかが否定するわけです。自分自身。でも、そうじゃない。自分の中には親であるアダルトな大人の自分と子供の自分がいるわけです。で、嫌なことに立ち向かってる自分っていうのは子供の自分なんです。だから、それを親であるアダルトな自分が、こう、ご褒美や褒め言葉もなしに、 子供に、これやれ、あれやれと。こんなんで、できたら、あれやって当然だ、これやって当然だ、できて当然だと。で、もっとやれ、もっとやれと。いうふうに言ったら、そりゃ無理ですよ。褒めてあげなきゃ。子供の自分なんですから、子供っていうのは褒めてもらいたがってるわけです。そこを、僕らは、てか、あなたは、嫌なことに立ち向かうために、自分に厳しくしてあげる 厳しい上司になってる。厳しい親になってる。あんたにとっては嫌なことに立ち向かうっていうのは、東大を例えば合格するっていうくらい結構大変なことなんですよね。東大を合格するんだから、こんな宿題なんてやって当たり前だろうって、ハードルをすごーく上げちゃうんですね。もう見えないところまで上げちゃう。そうじゃないんだと。ベイビー赤ちゃんなんだ。ハイハイしただけで偉いんだと。日本足で立ったら大喜びだっていう。 そういう感じです。ご飯食べてくれただけでありがたい。寝てくれただけでありがたいと。ニコッと笑ってくれただけで褒めてあげる。そういうレベルでいいんですよ。それが自分に優しくするとか、無理しないっていうことの本質なんです。だから、辛いなって思ったら、まだそれはハードルが高いってこと。それを辛くないな、これならできるなって、自分で納得して取り組むのが本当に大事。 ここがポイントなんです。例えば、じゃあ僕が、うん、個別的に相談を受けてね、例えば哲学の勉強したいですと、教えてくださいって言われて、じゃあ、うん、この勉強しましょうかっていうふうに提案して分かりましたって言っても、なかなか続できる人とできない人がいるんですね。でも、それはなぜかっていうと、やっぱ僕から指示されたことだからなんですよね。自分にはこれが必要だとか、 自分はこれならできるなっていうふうに自分自身で納得したものこそ本当にできることなんですよね。例えば、うーん、給食、小学校1年生の頃って残したらなんかダメとかってありましたよね。で、嫌いなものがあるとみんなが掃除してる中でその嫌いなものと向き合わなきゃいけないってあの自尊心を傷つけるやつ。人間の尊厳を傷つけるやつありましたよね。そうやって無理やりやらせても 効果はないし、一回できたとしてももう絶対二度と食べたくないってなるわけですよね。でも子供があんまり現実にはないけど、この、これはもう食べなきゃいけないんだなと。確かにとあ。これは栄養があるから食べなきゃいけないんだなって納得したら、子供は食べるわけですよ。これ自分にとって必要な食べ物だって思ったら、あんまり現実にはない話ですけど。そういうことなんですよね。 結構長々と話してきましたけども、まあ本質は逃げない。ハードルを下げる。無理しない。この3つですね。この3つをぜひ忘れないでください。で、最初に問題を分析するということですね。単発的なのか、継続的なのか。で、積極的に立ち向かう必要があるか、時が解決してくれるのか、そもそも問題、克服する価値のある問題なのか。 っていうことですね。こういう分析をしたから積極的に立ち向かうんだったら、逃げない、ハードルを下げる、無理しない、自分に優しくする、自分は子供だと。子供に対してすごく優しくしてあげる。っていうこの3つの手段でやってみてください。ハードルを下げないと優しくもできないし、無理をしちゃうわけですよね。逃げないこと。っていうのが大事です。逃げないためにハードルを下げるわけですね。 はい。ということで、今回の動画は以上です、まあ。マシュマロでいただいた質問。嫌なことに立ち向かうにはどうしたらいいですかっていう質問から、まあ、本当に僕がこう思うこととかを、えー、紹介しました。もうこれをやってくだされば、絶対にうまくいきますので、小さな習慣、ベイビーステップっていうのをぜひ実行してみてください。本当に何回も繰り返しになりますけど、嫌なことを 克服しようとか立ち向かおうと思ってるあなたをまず褒めてあげてください。本当に偉いです。その嫌なことに立ち向かおうとしてるあなたは大人のあなたなんですねで。嫌なことから逃げたがってる子供のあなたがいる。でも、その子供のあなたは大人のあなたに今渋々ながら承知したわけですよ。嫌なことに立ち向かなきゃいけないなっていうふうに、子供のあなたも受け入れたんですよ、それを。 それをまずすごく褒めてください。その子供を。ちゃんとやろうっていうふうに思ったんだねって。偉いっていうふうに。自分自身を褒めて優しくしてあげてください。で、子供の自分と一緒に考えてあげてください。小さなハードルを。低いハードルを。子供のあなたが、うん、それならできるよって言ったものをやってみてください。最初の一歩に。これできっと、うまくいくはずです。 本当に嫌なことっていうのを克服するっていうのは、もちろん僕だって課題だし、もう全人類にとっての課題なわけですよね。それを少しでもこう楽にしてうん、少しでもプラスの方向に、たった0.1%でもいいからプラスの方向に転じ続けていくっていうこの作業。それがまあ小さなベイビーステップでできるのかなと思っております。はい。今回の動画が参考になったとか、面白かったとか、 ベイビーステップやってみようっていうふうに思ってくださった方、ぜひ高評価お願いします。コメントも大歓迎ですで。今回はこういうお悩み相談みたいな話ですけど、普段は哲学とか文学についてまあ紹介する、面白おかしく紹介するチャンネルをやってますので、もしよかったら他の動画とか見てチャンネル登録もしてくださると嬉しいです。でマシュマロっていうね、匿名の質問箱もありますので、ね、何か コメントとか質問とか感想とかあったらぜひそれも利用してみてください。はい。今回は長くなりましたけれども、最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではごきげんようさようなら。